はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの方のゲントです。今回はですね、センター試験、いよいよ1ヶ月半後に迫ってきたということで、センター試験直前期にやるべき勉強法、これについてお話していこうと思います。今回の動画では、センター試験全科目について共通して言えること、で、その後に、国語、数学、英語、その3科目に絞って、それぞれお話していこうと思います。この動画でお話しする内容を忠実に守っていただければ、センター試験の点数100点を伸びることも夢ではないです。だって、ポケモンとかでも、最初の草むらでキムスを飼っているよりも、最後のチャンピオンロードでハリテヤマ飼ってる方が、経験値伸びますよね。受験も直前期どれだけ点数を伸ばせるか、これで大きく変わってくるんですよ。ということで、最後までぜひご視聴いただけたらなと思います。はい、それでは全科目に共通する総論部分から。まず総じて言えることは、センター試験って本当に両門ぞりですよね。その両門ぞりっていうのは、文部科学省からお墨付きの教育者たちが1年に1度の大イベント、センター試験に向けて問題を練ってるわけなので、それは当然両門ぞりなんですよ。で、その両門ぞりっていうのはどういうことかというと、本質をちゃんと分かってますかっていうことを問うてるってことなんですよね。本質が分かってる人は解けるし、本質が分かってない人は解けない。そういうことがちゃんと試験を通して判別できるような、そういった問題になってるんですね。例えば英語の長文は、ちゃんとその文章をしっかりと分かってれば全部解けるし、一方でちゃんと分かってなければ引っかかってしまうような選択肢作りになったりするんですよ。ということで、非常に学びの多い問題になってるんですね。で、これは要するに二次試験と一緒ですよね。二次試験も本質が分かってますかっていうことをちゃんと問うてると。で、その問い方が、センター試験は穴埋め形式、二次試験は記述形式だと。そこの違いが生まれてるわけなんですよ。つまり、今まで二次試験の対策をしてきたのであれば、その二次試験に向けて本質をちゃんと勉強するということをやってきているはずなので、センター試験とやってることはほぼ変わらないんですよね。ただ、センター試験っていうのは穴埋めなので、穴埋め特有のテクニックだったり、時間配分だったり、時間カツカツですよね、センター試験って。そういったセンター特有の部分だけを学んでいけばいいということなんですね。つまり、まとめると、二次試験の対策を今までしてきた。そこに、それをそのまま貫き通してもらった上で、センター試験で必要なテクニック、時間配分とかを少し練習して、このセンター試験にさりげなく寄せてあげる、そういったイメージで勉強してあげたらいいのかなと思います。例えばポケモンでも、次に国語。国語はですね、なんといっても時間足りないですよね。80分の制限時間の中で、大問4つ解くっていうのは、なかなか至難の技だと。僕も結構きつかったですね。ということで、センター国語を抑える鍵になってくるのが、その時間配分。これをいかにするかということなんですね。で、時間配分っていうのは、2パターンアプローチがあって、一問一問解くスピードを速くするっていうことと、どの順番で解いていくかっていうことをしっかりと抑えていく。その2パターンのアプローチがありますね。まず前者について言うと、現代文、古文、漢文。これらの時間をスピーディーにするにはどうすればいいか。それはすごく簡単で、毎週1台でいいから問題を解くっていうことなんですよね。要は、国語っていうのは割と勉強しても伸びないっていうふうに思ってる方が多いので、全く手をつけない方がいるんですよ。でも全く手をつけないと、単純に活字離れとか、要はその文章をどう読むかっていうことを忘れちゃうんですよね。だからその久しぶりに問題を見たときに、そもそもまずどうやって文章を読んでいけばいいのか、そこからまず確認していかなきゃいけないんですよ。その時間が非常にもったいない。で、毎週1台読んでいくだけで、勝手にその脳のスイッチ、そのどうやって文章をどの順番に読んでいくのかっていうことが磨かれるので、それだけでだいぶ変わってくると思います。あとは、どの順番で問題を解いていくか。これについては、基本的に人それぞれ、やりやすい方法がある。得意不得意とかがあると思うので、それは自分の中で過去問演習を通して決めていってもらえたらなと思います。僕の場合は、漢文、古文、現代文の順番でしたね。で、大体漢文で15分。で、みたいな感じで時間を区切って、それぞれ何分ぐらいを超えたら、ちょっと急がなきゃいけないっていうふうに自分の中でメリハリをつけて問題を解いていました。で、現代文、古文、漢文、それぞれの勉強法についてですが、まず現代文。現代文については、とにかく問題文と設問がすごくいいということですね。なので、要は問題文、しっかりと論理が立ってて、で、それに対してちゃんとその本質を問うてる設問がついてるというわけなんですよ。だから、本当にもう現代文の基本の基、そこを押さえておくと。要は要点をしっかりと掴み取って、で、その文章の流れっていうものをしっかりと抑えられるようにすることが重要なんですよね。僕が現代文でやってた勉強法としては、評論集があるんですよ。例えば、筑摩評論選とか、いろんな評論集があると思うんですけど、それで、評論を一つ読んで、それをしっかりとロジックを追っていくと。
はじめにこういう話があって、次にこういう具体例があって、最終的にこういう抽象例でまとめていると。だけど話をここで書いていて、こういうふうに話を深めていって、最終的にこういう結論に落ち着きっているっていうことを、そういう文章の全体の流れを自分の中で説明できるようにすると。で、最後にその文章解説で、そう、図式化してる参考書とかあるじゃないですか。それを見ながら、自分の解釈は正しかったかな、正しくなかったかなっていうのを吟味していく。それを僕の場合は結構やってましたが、まあ、最低毎週1台。それだけやっておくだけで、ね、だいぶ変わってくると思います。次に古文漢文については、とにかくスピーディーに対策できるかが鍵となってきます。古文で言うと、助動詞とか単語とか。で、漢文で言うと、句型、あと漢字ですね。それを、とにかく最低限覚えてあげるっていうことなんですね。最低限覚えておく。本当に最低限でよくて、っていうのも覚える量少ないじゃないですか。その英単語とか、日本史世界史とか、そういった量と比べたら、はるかに少ないんですよ。だからそういった最低限のところをしっかり押さえてあげる。なんなら、古文の漢文の覚えるべきことっていうのは、2日あれば、全部覚えることできますね。気合で。気合でやるしかないですね。ということで、気合でその詰め込んだ上で、あと何をすればいいか。あとは、現代文と同じ問題演習なんですよね。ちゃんと時間を計って、文章を読んであげると。で、その文法とか、ちゃんと自分の中で抜け落ちてないかなっていうのをその都度確認してあげるっていう感じですね。結局は、その最低限の知識さえあれば、あとは文章読解力になってくるので、そういった手順でしっかりと学んでいっていただけたらなと思います。国語について総括すると、とりあえず最低限覚えた上で問題演習を積む。で、しっかりと80分っていう制限時間の中で収められるように練習をする。その方法に尽きると思います。次に数学。数学について点数取れない人は、問題がそもそも解けないのか、時間が足りないのか、この二つのどっちかなのかっていうことをしっかり明確にするべきですね。で、まずその問題が解けない場合、センター試験レベルの数学において、少なくともトリッキーな問題ってまずないんですよね。たまに図形問題で手が止まってしまう場合があるけれども、他は至って普通の基本問題。教科書をしっかり押さえてれば必ずどっかしらではやったことある問題が問われてると思うので。問題が解けない方は、まずその本当に教科書レベルっていうその原点に立ち返って、そこから復習してあげるっていうことが必要ですね。だから、二次試験の対策をしているにもかかわらず、センター試験の数学の問題がそもそも解けないよっていう方は、そもそも勉強法が間違ってる可能性があるので、数学の勉強法を根本から見直してみたらいいかなと思います。で、詳しい勉強法については、数学の単体の勉強法動画上げていこうと思うので、そちらをご参照ください。で、数学の時間が足りない方に向けてなんですが、数学について時間が足りないのが、その問題の解き方を思いつくのに時間がかかるのか、はたまた計算が遅いのか、そのどっちかっていうところをしっかりと考えてあげてほしいと。で、前者の場合、問題の解き方を思いつくのに時間がかかる方は、先ほどと同じように教科書レベルからしっかり立ち返ってパターン化してあげると。もうある程度自分の中で理解をしているわけだから、あとはそれをパターン化する作業に入っていくわけですね。で、次に、計算が遅い方は、とにかく手を動かす。これにつきますね。計算っていうのは結局自分で計算してみないとわからないので、だいたい答えとか見れば、ずらーってこれを計算するとこうなってっていう風に羅列してあるじゃないですか。で、それで、ふむふむ、わかったわかったっていう風に流していくと、実際に自分計算しないので、いかに自分が計算遅いのかっていうことがわからないんですよね。だから計算自分で実際にしてみて、最後もね、答えもね、持っていく。そういった作業をしっかりとして、計算力を磨いていく。そういった地道な作業しかないですね。もちろん数学の多少のテクニック、簡単なテクニック、例えば1プラスルート3みたいなものを代入するって時に、x イコール1プラスルート3の1を移項して、両辺2乗して、次数下げしてあげてみたいな、そういったテクニックはありますが、そういったテクニックは本当にさまつなことなので、まずはとにかく自分で演習を積んで、しっかりと計算力の底上げをしてあげる。そこが重要だと思います。ということで、数学についてまとめると、まずは、教科書レベル、その原理原則、超基本問題と言われるところをしっかりと解けるか、それとは、その教科書を見て、答えを見て、あ、解き方はわかります、っていうことじゃなくて、自分の力で、一から見て、自分の頭で組み立てて、論理を組み立てて解けるか、そこをしっかりと進んであげると。で、それはできますよって、それだとしても時間が足りないんですっていう方は、しっかりと演習を積んで、計算力を底上げしてあげると。それに、本当に尽きると思うんで。で、それが結果的に今これをいかにやっていくか、これによってセンター試験だけじゃなくて二次試験にも生きていくので、ぜひその勉強を頑張ってみたらいいのかなと思います。次に英語。英語についてはもう必要最小限の文法と構文、これを押さえていることはもう大前提として
あとは最終的に大事になってくるのは単語ですね。もうそれにつきますよ、本当に。それはセンターに限らず二次試験でもそうなんですけど、最終的な単語をどれだけ抑えたか、これが大きく点数を分けることになると思います。っていうのも、単語っていうのは英単語を見てそれを考えて日本語に置き換えられるという意味にとどまらず、その先の単語を聞いた時にそれを日本語のイメージとしてパッと思い浮かぶ、それぐらいまでしっかりと単語を覚えるっていうことなんですよ。例えばですけど、 He's a Pokemon Masterっていう例文を見たときに、あ、彼はポケモンマスターなんだなってすぐにわかりますよね。もう完全に赤い帽子かぶって、君に決めたって言ってる人ですよ。はい。なんですけど、例えば、He is stubborn とか言われて、まず、stubborn っていう、馴染みがなければ、stubborn、あ、なんか単語詞覚えたな、頑固だったな。で、He is stubborn だから、彼は頑固だ。あ、頑固なんだっていう、そういう何ステップも必要なんですよね。だからそこの部分の時間的ラグをいかに小さくするかっていうところが、結局その単語力っていうところにつながってくるんですよ。で、要は単語をいかにたくさんしっかりと押さえていくかによって、結局は文章の読むスピードも大きく変わりますし、当然わかんない単語があったらそこの部分の意味が通じないわけですから、まあ、類推すればできるわけですけれども、知っていた方が当然早く読めるというわけなんですね。ということで、その文章が遅い人は、まず最低限の文法と最低限の構文、これを押さえた上で単語をたくさん入れると、単語をたくさん入れながらしっかりと文章を読んであげて練習してあげるという、そういったステップが重要になってくるわけですね。で、あとは英語の長文っていうのは英語で書かれた現代文なので、要は最終的には文章読解力っていうところが重要になってきますね。なので現代文でやってる文章のその流れをしっかり意識するっていうことを、英語でも同じ手順でやってあげると、その練習もしてあげなきゃいけないですね。はい、ということで英語についてまとめると、まず最低限の文法、最低限の構文、これについてしっかりと押さえてあげることを大前提にして、とにかく単語力を鍛えてあげると。で、単語力を鍛えながら、あとはその文章をたくさん読んであげて、なるべく早くたくさん読めるようにすると。で、その上で英語っていうのは最終的には文章読解力っていうものがすごく重要になってくるので、日本語で書かれて現代文でやってる文章の読み方と全く同じことを英語でもできるようにしっかりと訓練してあげる。そういったステップをちゃんとやってあげる。っていうことが、結局その小手先のテクニックで英語をどうこうするよりも一番伸びる方法だと僕は思います。小手先のテクニックに頼らず、しっかりと英語の重要な部分からしっかりと磨き上げて、1ヶ月半もあればだいぶかなり大きく変わってくると思うので、もちろん逃げたくなる気持ちもあるとは思いますが、そこをぐっと抑えて、基本の木からしっかりと見つめ直して、英単語、たくさん文章を読むっていう手順を単に毎日毎日やってあげると。それが一番近道なのかなと思います。はい、ということで今回ね、センター試験の直前の超効率勉強法ということで解説してきたわけですけど、まあ最終的にはね、どれだけ勉強するか、もう本当にこれにつきますよね。その要は、めちゃめちゃ効率よく3分間勉強するよりも、めちゃめちゃ効率悪く一日中勉強してた方が成績伸びますよね。だから、どんな効率だったとしても、とにかく時間をやること。それが効率良ければ良いほど点数は伸びますけど、最終的にはどれだけの時間を費やしたか、それにかかってくるので、最後まで気を抜かず、しっかりと自分の全力を出し切ってくれたらなと思います。やっぱりその、今まで支えてくれた人たちがたくさんいると思うので、そういった方々への恩返しという気持ちも込めて、最後まで走り抜けてもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。